これはちょっとやばいよね。Hello and こんにちは。なんとですね、今日は、コネティケット、コネチカット州にですね、バカンスを取りに来ているんですよね。なんとですね、家族と一緒に夏休み、バカンスに来ております。で、普通はね、ニューメキシコ州のサンタフェっていうね、町に住んでいるんだけど、今はコネティケット、コネチカット州、ニューヨークのなんか右の州なんですよね。そこにちょっと遊びに来ています。で、今いる場所は Airbnb っていうところで、このね、お家をね、借りることができて、で、僕のお父さんもここにいて、で、僕の弟の奥さんと、弟の息子と僕の奥さんと、僕と奥さんの子供2人がね、めちゃくちゃなんかプールとか入って楽しくね、本当に楽しいね時間を過ごさせていただいております。で、実はですね、ちょっとみんなにシェアしたいことがあって、それは僕が昔なんかね、これなんかグレー企業のサラリーマンをやっていた時にね、このようなバカンスは僕は絶対今世は無理だろうと思ってたんですよね。なんか仕事に対してね、自分が大好きで本当に愛せることを仕事にするっていうのも無理だよねって思ってたし、ね、このようななんか家族を持ってね、で、なんかバカンスに行ったりとか、絶対無理だろうって、実は思っていたんですよ。で、今日お話ししたかったポイントはね、固定型マインドについてなんだよね。で、皆さん、固定型マインドってお聞きしたことがいる方もいらっしゃると思うんですよね。固定型マインドと、成長型マインドっていうのがあって、キャラル博士っていう方がですね、マインドセットっていう本を出してですね、その面白い、簡単に説明すると、固定型マインドっていうのはなんかチャレンジとかね、なんかチャンスが出てきてね、チャンスって前髪で掴まないといけないじゃんね。で、チャンスってね、中にははいどうぞチャンス取ってくださいっていうのもあるんだけど、なんか本当に8割の場合はさ、なんかやっぱ掴みに行かないといけないじゃん。 あそこにチャンスがあるぞって言ってジャンプして飛びに行くよね。で、前髪で掴むみたいな感じじゃん。で、この時に固定型マインドを持っているとさ、あ、私にはそんなの無理ね、I can't do it. I'm not good enough. ね、このチャンスをつかむスキルがないよねって、私は無理だよねって、私はこんなのできないよね、私なり無理って言って、そのチャンスが目の前にあるっていうのも見えないかもしれないし、チャンスが出てきても行動が取れなくなっちゃうんだよね、どうしても固定型マインドを持っていると。で、成長型マインドっていうね、考え方はリアルに、これ本当にある話でさ、ね、私今は無理かもしれないんだけど、もしできるようになるんだったら、どういうスキルが僕には必要なんだろう、ね、何を学べば、どこに行けば学べるんだろう、どのぐらいのエネルギーがかかるんだろう、何ヶ月かかるんだろう、ね、学ぶには、ね、例えば学校とかなんかオンラインコース受けるんだったらいくらかかるんだろうとか、そういう形で、ね、その考え方がリアルに変わってくると、自分の行動が変わってくるんですよ ね。で、その僕がサラリーマンをやっていた時は、好きなことを仕事にするなんて無理だろうって本当に思っていたんですよね。でも事実は違った。事実はビジネスのふりかけね、ビジネスの部分っていうのを学んで、ね、お金の流れっていうのをね、どう流れているのか、ね、集客っていう部分もあってね、自分の商品、自分、僕の場合はプロダクトなんだけど、自分のコースを作るとか、で、営業の部分ですよね、実際にお金をいただく、ね、だから僕はそのお金のブロックっていうのもあったし、ね、そんな自分の商品作っても誰も買ってくれないし、ね、なんかどうやったら人にそれを知らせるのかっていうのも無理だし、そんなことダメだよって、で、実際に、ね、僕のお父さんもそんなのダメだよって言ってて、で、特に、あ、これがね、難しい、固定型マインドで難しいのは、周りの人、自分のビジョンをに向かって人生を進んでいくと、周りの人がお前そんなのやっちゃダメだよって言ってくるんだよね。例えばなんか自分がライフコーチになりたいとかアーティストになりたいからインスタグラムでちょっとなんかね、情報発信を始めたら、自分の友達が何やってんのみたいな感じで出てくるとかね、言ってくるとか、僕の場合はお前ライフコーチっていう仕事をやったらね、お前はもう息子として認めないぞお父さんから言われたんですよね。なので、そのまず僕はそのお父さんを説得させないといけないと思っていたんですよ ね。それもなんか固定型マインドの一つかなって思うんですよ。
でもね、最近の研究で、ね、脳科学とかね、ニューロサイエンスの研究で面白いデータが出てきてるんですよね。でちょっとね、僕今カメラ手持ちでやってるのでちょっと重いので、ちょっと別のポジションに入ってね、面白い話をね、皆さんにお伝えできればなって思っております。ごめんね、マジね、なんかカメラにくっつけるパート、トライポッドにくっつけるパート忘れちゃってすいません。 Alright、 だからちょっとこうなってるんだけどね。 Alright、 でもね、面白いのがね、ね、この成長型マインドと固定型マインドってすごい大切なポイントなんですよね。でこれはもう説ではないんですよね。ね、固定型マインドを持っていると現実的に自分の行動のオプションっていうのが限られてきて、で自分の行動のオプションによって現実が変わってくる、ね、なので現実をもっと良くしたいんだったら成長型マインドを持つと行動のオプションが現れるよっていう、このね、論理的に感じられる説っていうのがありますよね。でも実はこれは科学的に自分のマインドセットをこの成長型マインドに変えていくと、なんと頭の中のホルモンのバランスが変わってくるんですよね。ね、皆さん幸せホルモンって聞いたことございますよね。セロトニンとかね、何かの目標に達成した時に、ああ気持ちいいなーって感じる、ね、これセロトニンから流れてるよって言われているんですけれども、実はですね、もう一つ大切なドーパミンっていうホルモンがあるんですよ ね。でドーパミンっていうのは、例えば朝起きたらね、なんか気になるからなんかニュースつけたりとか、朝起きたら Facebook 見たりとかね、夜仕事が終わったらなんか YouTube 見たり、ネットフリ見たりとかね、気づいたらもうなんかね、ね、夜の12時までネットフリ見てて、あもう一本見たいな、今すごいいいドラマだからみたいな感じで行動したくなるっていう感じですよね。実は僕たちの体の中にはこのドーパミンっていうのとアドレナリンっていうのがあって、でこの2つのホルモンが私たちの行動を大きく大きく定めてるっていうか決めちゃってるんですよね。ね、だから例えば朝起きていつも Facebook 見る方だったら、ね、インターネットチェックする方だったら、携帯見ちゃう方だったら、自分の携帯が例えば、ね、お手洗いとかキッチンにあっても、朝起きてあ携帯見たいなって言ったら実際に起きて体が動きますよね。で隣の部屋とかに行って携帯あ見るって感じで動く、ね、これは例えばタバコを吸っている方は分かると思うんですけれども、タバコを吸う方で、ね、タバコが切れちゃったと、で朝起きてタバコ吸わないといけないんだって言って、あーって言って、なんか朝起きてタバコがないって気づいて、自分のね、なんか5分とか10分の、ね、コンビニまでチャリとか、ね、歩いて運転したりしてタバコを買いに行く、実際に体が動きますよ ね。何が起きているのかっていうと、脳の中ではあ私はこれが必要なんだって言って、これが必要なんだって Facebook チェックする、ね、タバコとか、ね、それに対してドーパミンっていうのが流れるんですよね。ドーパミンのベースラインがタバコ欲しいってなったら、ね、100倍とか150倍上がるわけなんですよね。で実際にアドレナリンっていうのが流れてきて、僕たちの体がなんか動き始めるわけなんですよ ね。だからアドレナリンっていうのは、例えばね、急になんかバスが出てきた、歩いてる時にバスに当たるぞってなったら、うわーって動きますよね。考えなくても体が動いてくれるじゃないですか。これがアドレナリンなんですよ ね。でポイントは、この成長型マインドを持っている方は自分のゴール目標に対して自然にこのドーパミンとアドレナリンが流れてくるんですよね。そうなんです。自分のゴールを決めると体が勝手にこれやらないといけないって言って、体の中で目標に対してドーパミンが流れると、ね、だから朝起きて Facebook 見ないといけない、ニュース見ないといけない、もう一本、ね、YouTube 見たいんだっていうのが自分の目標に対して勝手に動いてくれるんですよね。で体もフォローして動いてくれるんですよ、アドレナリンとして。でこの成長型マインドの、ね、面白いポイントは、成長型マインドを持っていくと、なんと実際に打たれ強くなるんですよ ね。例えば固定型マインドを持っていた時は、なんか僕は目標に対してこれ失敗したらやばいよ ね。私にはこの新しいチャレンジっていうのを受け取ってできるスキルがない、私には無理、そんなの僕には無理だよって、
って思っていて、でもやるってなったら絶対失敗するよねってなるから、何が起こるのかっていうと、自然にそのチャレンジが怖くなる、失敗が恐れる、失敗がもっと怖くなるんですよね。これやったら罰になるからって言って、やらない方が罰にならないから、チャレンジをしないっていうのが丸だって思うわけなんですよね。でもチャレンジ、その固定型マインドじゃなくて成長型マインドを持っていると、よしやってみよう、やってもうまくいかなくても平気だよねって。なぜかっていうと、まだ僕はスキルが少ないから。でもやっている方が学べるし、やっていきなり完璧にしなくてもいいよねって、三角でも丸だよねってなると、実際に行動が楽になりますよね。で、何回もこれをやっていると自然なことが起こるんですよね。三角、例えば行動してね、チャレンジがあって100点満点できなかったけど40点できたとしましょう。40点できて、次またやったら次60点になって、またやったら80点になるみたいな感じでね。なので40点っていうのは成功なんだっていうのを頭で理解できると、なんとチャレンジに向かって行動をとって、普通の場合は失敗だって思うかもしれないんだけど、この 40% でも成功だよねっていうのが理解できたら、この成功した、達成したっていうセロトニンとテストステロンが流れるんですよね。ね、でテストステロンが流れると自然に打たれ強くなるんですよ。ね、自然にこのチャレンジを失敗しても平気だっていうマインドが持てるようになる、このこれを手伝ってくれるホルモンがリリースされるんですよね。テストステロンという。ね、だから筋トレやってる男の男性のね、とか女性の方はテストステロンがいっぱいあるんだって、ね、そういう人は強いですよね。ちょっとできなくてブラーってなって打たれ強いですよね。これはセイバートゥースタイガーと戦う時に、ちょっとカットされても、うわカットされた、でもここって来いやみたいな感じで、もっと戦えるっていう、このサバイバル、戦うか逃げるか反応の中の自分を応援してくれるドーパミン、アドレナリンとこのテストステロンの3つのセットの組み合わせみたいなのが体の中に自然にあるんですよね。で、僕たちはね、やっぱり社会的に育ってきて、失敗しちゃダメだよって、ね、こんなことやったら反対されるよ、それでうまくいかなかったら、ね、失敗したら、ね、もう村から追い出されちゃうしまう、ね、変わってる人になってあんたダメだよってなっちゃう。そのセーバートゥースタイガーがいるよって僕たちの頭は勝手に思ってくれるんだよね。僕たちの頭が、問題が出てくるときに、僕たちの扁桃体とかね、アミグダラ、僕たちの体の中にまだ残っている戦うか逃げるか反応は、問題がセーバートゥースタイガーだ、逃げようって思うわけなんですよ。でもここをちょっと頭に、ちょっと背中を押してあげるみたいな感じで、大丈夫だよ、できるよ、失敗しても大丈夫だよって、ね、時間はかかるけど学べるよって、ね、もしこのチャレンジを乗り越えたら現実的に人生が大きく変わるよっていうのを知っていて挑戦すると、今度体が思ってくれるのは、ね、セーバートゥースタイガーがいるけど僕の方が強いじゃん、勝てるよって頭が思うんだよね。でこの勝てるよってなった瞬間に、体のアドレナリン、ドーパミン、テストステロンが流れてきて、よっしゃじゃあやってみようぜみたいな感じで、自然にそのチャレンジを追いかけるっていうのが好きになるんだよね。でこの絵はもう本当に実際に感覚的な話でね、論理的な話じゃなくて、実際に知ることだけじゃなくて、実際にやってみると感覚でつかめるんですよね。おそらく皆さん、なんか高校時代とか大学時代で部活で燃えた時ってないですか、ね、テニス部とか野球部でよっしゃーみたいな、やるぞーみたいな、本気になるって。本気になるとこの戦うか逃げるか反応があなたを応援してくれるんだよね。で人生をこの戦うか逃げるか反応っていう無料で誰でもアクセスできる、お金かからないんですよね。これを使わないで人生を生きていく、ね、または絶対チャレンジはしないといけないですよね。人生は、人生ではなんか自分が好きなこと、やりたいこと、自分に必要なこと変えないといけないこと、人生、ね、でこれに、それに向かってこの戦うか逃げるか反応のやってみるっていう、このチャレンジの精神、チャレンジ精神みたいなのが、チャレンジの反応っていうのが本当の体の中にあって、この3つのホルモンの、これをアクセスしてやっていると、あなたが、あなたの味方っていうか、もう一人のあなたが出てくるっていうか、まさに孫悟空のはー
ーのスーパーサイヤ人状態みたいにアクセス、ね、その力を使ってチャレンジに向かっていくと自分の行動力が本当に5、600% 高まるんですよね。ね。ね。で、面白いのが、ね、この体のシステムにアクセスしないと、体のシステムは勝手に流れてるのね。だから自分のゴールに向かう燃料タンクみたいなのがあったら、何が起こるのか、自分のゴールに向かっていないと、挑戦をしていないと、成長型マインドを持たないと、勝手にちょろちょろこのホルモン、ドーパミンとかアドレナリンが流れてきて、あ、今日 Facebook 見ようとか、ね、そっちに体のエネルギーが使われちゃうのね。自分が本当にこれが必要な目的だって思っていることじゃない、どうでもいい目的に対して体がそっちに向かい始めて、今度それが環境的な習慣、脳科学的に脳の路線の習慣とか、そっちをいつもやってるっていう人生を、体が勝手にそれをやって、今度それをまたやめるっていうのもめちゃくちゃ難しくなるのね。ね、なので僕のね、この今日のちょっとお話のメッセージっていうのは、やっぱり僕がこの固定型マインドを持って、ね、好きなことを仕事にできないよとか、ね、こんな夢のようなバカンスみたいなのは、ね、なんか無理だよって、ね、思っていたんだけど、やっぱりこの成長型マインドっていうのを持つことによって、考え方だけではなくて自分の行動力と打たれ強さっていうのが自分のビジョンに向かってでいくときに自然にアクセスできるようになるということなんですよね。ね、なのでですね、ぜひですね、あ、こういう考え方があるんだ、成長型マインドっていうのがあるんだ、固定型マインドっていうのがあるんだって。で、なんか自分の人生でチャレンジが出てきたり、あ、やばみたいなことを感じたときに、今自分は固定型マインドになっているのか、ね、または成長型マインドを持つっていう形になったらどう考え方が変わるんだろう。でこれはもうただ単の説ではなくて、リアルに体のホルモンも関係あることなので、自分がなんか本気になって目標を設定して、よっしゃって言ってかかっていくぞってなったら、リアルに行動力、時間の使い方、考え方、自分の動き、話し方とかが本当に変わってきます。そのパワーがあなたの中にもある、いつでも無料でアクセスすることができるっていうのを忘れないでいただければなと思っております。 Alright、 それではですね、ちょっとね、僕のバカンスはね、もうあと9日ぐらいは続くんで、ちょっとねバカンスしながら、もうちょっとちょろちょろっていうかね、あのビデオをアップしたいなと思っております。 Alright you guys, thank you so much for checking out this video. I love you so much and I'll see you next time in Chris's room. Thank you.